はい、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら、トミカギフトの並べて楽しい新幹線輸送トレーラーセットを紹介します。はい、しっかり見ていきます。まず1台目が先導車の日産セレナです。ボディカラーの方はシルバーのメタリックだね。光に当てるとこんな感じでキラキラしてていい感じだね。でフロントの方から見ていくと、中央の部分には日産のエンブレムがあるね。これはプリントとかではなくて造形でしっかりと作られてるね。でヘッドライトの部分はクリアパーツになってます。でセレナのこのグリル周りはすごく細かな作りでかっこいいね。でボンネットからルーフの方を見ていくと、ルーフの部分には警告灯だね。警告灯のカラーはグリーンになってます。で助手席側の方を見ていくとこんな感じだね。やっぱり側面から見てもこの警告灯が目立っていい感じだね。でリアの方を見ていくと、中央の部分には日産のエンブレムがプリントされてます。でテールライトのところはこれはレッドの塗装になってます。で運転席側の方を見ていくとこんな感じだね。特にこの運転席側にもプリントは特になくて、助手席側と同じデザインになってます。でルーフの方を見ていくと警告灯だね。この部分はクリアのグリーンのパーツになってます。内装の方はこんな感じだね。ちょっとブラックで見づらいけどしっかりと作られてます。でリアゲートのテールを開いたところだね。リアの部分もこんな感じで作られてます。でタイヤの部分はサスペンションがついてます。でその他アクションはリアゲートの開閉だね。こんな感じでテールゲートの方の開閉で室内の方もしっかり見えてきます。でシャーシの方を見ていくと、日産セレナナンバー94番の2016年のシャーシになってます。でこうやって見ていくと、日産セレナっていうと通常版でも発売されてたね。通常版とのボディカラーの違いでシルバーもいい感じだね。でやっぱりルーフの部分の警告灯の部分のグリーンがかっこいいね。で今回の新幹線輸送トレーラーセットの次の車種だね。後方警戒車の方をチェックしていきます。はい、2台目は後方警戒車のイスズエルフを見ていきます。パッと見た感じこの形って結構珍しい形だね。でボディカラーの方はホワイトのソリッドになってます。でフロントの方から見ていくとこんな感じだね。中央の部分にはイスズっていうプリントと、その横の方にはエルフっていうプリントもされてあります。でヘッドライトの部分はこれはシルバーの塗装になってるね。ホワイトのボディカラーにこの窓枠の部分もしっかりとブラックで塗り分けされてていい感じだね。で助手席の方を見ていくとこんな感じだね。後方警戒車のこの荷台の部分は結構複雑な形だね。でこの荷台の部分は樹脂パーツで作られてあります。で後ろの方を見ていくとこの部分には新幹線誘導中のシールが貼られてあります。でその上には警告灯だね。この部分もグリーンのクリアパーツになってます。でこんな感じで立体感あるところのここはレッドのゼブラカラーだね。で運転席側の方を見ていくとこんな感じだね。助手席側と同じデザインになってます。で上の方を見ていくとちょうど荷台のあたりのこのあたりの作りが見えてくるね。内装の方はこんな感じだね。全体的にホワイトの内装になってて、ハンドルの部分も作られてるね。
でタイヤの方はサスペンションがついてます。であとアクションの部分は警戒板の上下だね。この部分がこんな感じで上に上がるんだね。で裏の方を見ていくと、イスズエルフナンバー83番の2001年の写真になってます。でこうやって見ていくと、このイスズエルフっていう車種はいろんな形状に変身できるね。後ろの部分を変えてみたらまた違う車種になるのかな。で今回は後方警戒車っていうことで、この部分に新幹線誘導中って書いてあって、この上下だね、この警戒板の上下ができるところが面白いね。で新幹線輸送トレーラーセットの次はこれだね。一番のメインの部分を見ていきます。まずはトレーラーの部分だね。トレーラーの部分は三菱ふそうスーパーグレートになってます。でボディカラーの方はこれはオレンジのソリッドだね。正面の方から見ていくとこんな感じだね。中央の部分には日通ってプリントがされてあって、その他ライト類のところはこれは塗装だね。でもこんな感じでグリル周りも迫力ある感じになってます。で助手席側を見ていくとこんな感じだね。一番はこの警告灯の部分だね。この部分はグリーンの塗装になってます。でここにはタイヤのスペアタイヤだね。スペアタイヤの部分はこれはダイキャストのブラックだね。で後ろの方を見ていくとこの部分には新幹線輸送をするための牽引フックだね。で運転席側の方を見ていくとこんな感じだね。助手席側との違いはこの部分にスペアタイヤが運転席側はないね。上の方を見てみるとこんな感じになってます。で次は新幹線の部分だね。で輸送される新幹線の部分は E5 系新幹線のはやぶさになってます。このボディカラーがかっこいいね。で側面の部分には E5 系なので、この部分にはピンクのラインが入ってるね。でよく見ていくとこの部分にははやぶさのロゴがプリントされてます。で後ろの方を見ていくとこんな感じだね。特にこの部分には塗り分けとかはないね。でこちら面の側面を見ていくとこの部分にもはやぶさのロゴがプリントされてます。で上の方を見ていくとこんな感じになってます。で内装の方は運転席のこの部分はブラックの塗装なので中は見えないね。だけど乗客が乗る部分の窓のところはクリアパーツになっててしっかりと作られてます。でアクションの方ははやぶさ単体では特にないね。この部分の車輪が外れたりっていうこともないみたいです。で裏の方を見ていくとナンバー122番の2017年の写真になってます。で新幹線の部分は上部の部分はこれはプラスチックだね。だけど結構重量があるのはこのシャーシの部分が、ここの部分がダイキャストでできてるんだね。結構な重量感があります。で今回のメインだね。新幹線輸送トレーラーなのでこの牽引の部分を台車の部分とセットができるね。この部分にパチンとはめると出来上がりだね。こんな感じで牽引フックをつなぐと結構な長さになるね。いい感じの迫力だね。で新幹線の輸送する時っていうとこんな感じの順番になるのかな。先導車で輸送トレーラーで後方警戒車だね。でこんな感じで実際輸送する雰囲気を一人でこんな感じで遊ぶのもいいけど、もう一人ぐらいいたらうまいことこう遊べるかな。こんな感じで新幹線輸送ごっこで遊ぶのも楽しそうだね。
箱の方は正面のパッケージに新幹線が輸送されてるイラストはね。でこの背景のイラストが夜景になってるのもすごくかっこいいね。で側面の方はこんな感じになってて、裏の部分を見てみると日産のライセンスと JR 東日本の商品許諾と日本ツーン株式会社の許諾も取られてるんだね。はい、今日はトミカギフトの並べて楽しい新幹線輸送トレーラーセットを紹介しました。先導車に輸送トレーラーに後方警戒車、全部セットで楽しく遊べるね。で今回の主役は新幹線はやぶさと輸送トレーラーだね。輸送トレーラーも新幹線もしっかりした作りで良かったね。先導車と後方警戒車もセットになってすごく臨場感ある遊びができるね。実際に新幹線が運ばれているところを見たことはないけど、テレビとかの映像で見るとすごい迫力だね。実際に見てみたいなと思いました。で今回のセットはトミカギフトの通常ラインナップの商品だね。人気の新幹線と輸送トレーラーがセットになっているので、気になる方はチェックしてみてください。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。